すごい、いけ、もう一回オーバーフィニッシュして、 OK、 オーバーフィニッシュ、おお、すごいすごいすごい、暴れている、おお、やられてしまった。はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、ベイブレードトーナメント C ブロックの準決勝やっていきたいなと思います。うん、まずはダークデスサイザー2グレイブジャギー対ゼノエクスカリバー6ボルテックスエクストリーム、そして第2試合がブレイズラグナルクバンパーオービット対カイザーケレベウスグラビティリボルブですね。はい、では早速やっていきましょう。うん、まずダークデスサイザー2グレイブジャギーが私で、ゼノエクスカリバー6ボルテックスエクストリームがエイシン君です。はい、言いにくいねこれね、うん、どんな戦いになるか楽しみだね。3、2、1、ゴーシュ。さあ、おっとっと、期待もすごい動きだけど、当たらなければ意味がないけ、ようやく追いついた。いったいったいった。でも1回しか当たってない、2回かな、カチカチって言ったんだよ。微妙なこの、お互いアタックなのに、全然当たらない。スタミナ対決という。おぉ。3、2、1、押せ。おぉ、どうだろう。おお、さあ、お互い追いかけながらアタックしてるが、追いかけっこは早いのはダークデスサイザーが早い。早いけど当たらないよね結局。当たった。なんか微妙なこのダークデスサイザーだなこれは。うん、 3、2、1、ゴーシュ。おっ、おー、やった。はい、ベイカーでエイシン君がダークデスサイザー2グレイブジャギーで、私がゼノエクスカリバー6ボルテックスエクストリームです。はい、3、2、1、ゴーシュ。おっと、お、早っ。あ、でもだけど当たんなきゃ意味ないタイプ。そういうことなんですよね。そんなことなんですよね。あー、きつい、きつい、ゼノきつい、ゼノきつい、ゼノきつい。さあ、どうなる。はい、じゃあ3、2、1、ゴーシュ。おー、ワンフィニッシュ。3、2、1、ゴーシュ。お、どうなる、どうなる、上がれ、ゼノ。ゼノ、パパが打った方だよ。ゼノ当たれ、ゼノ当たれ、ゼノ当たれ。力入るな。さあ、どっちだ。あー、どういう、ダークデスサイザー。はい、ということでダークデスサイザー2グレイブジャギーが4ポイント、ゼノエクスカリバー6ボルテックスエクストリームが3ポイントで、ダークデスサイザー2グレイブジャギー決勝進出です。はい、では準決勝第2試合です。ブレイズラグナルクバンパーオービットが私で、カイザーケルベウスグラビティリボルブがエイシン君です。はい、3、2、1、ゴーシュ。さあ、すごい音いってるね。そうだね、両方ともオービットかな。あ、違う、オービット対リボルブだ。うん、ディフェンス対スタミナだね。さあ、ちょっとこの対決はわからないが、サイザー弱まってきてる感じがする。あー、3、2、1、ゴーシュ。お、カウンター当てた。さあ、どうなる。おー、追いかけられている。おー、なかなか面白い戦いをしたけど、この決着はブレイズ。3、2、1、ゴーシュ。斜めに打ったから結構アタックすごい当てるね、ブレイズは。真ん中に行くと取り合い1個になる ね。さあ、どうなる。おっ、カウンター来た、ブレイズ。はい、米交換して私がカイザーケルベルスグラビティリボルブで、エシン君がブレイズラグナルクバンパーオービットです。 3、2、1、ゴーシュ。おっ、おっと、きれいカウンターが出た。出たね、すごかったね。うん、ちょっと斜めに攻めていって、こう下からバーストを狙う。どうやらそうはうまくいかないか。どうやらうまくいかない。あー、うまくいかないね。これは当初予定していたカチカチバトル。おー、カイザーだ。3、2、1、ゴーシュ。今のは平行に行きました。おっ、だけど斜めになってる。斜めになってるね。さあ、これでバーストできるかだよ。バーストしたら逆転の可能性が出てきますね、カイザーケルベウス。
あーでもカイザーキルベストの方が今のところ粘ってないよ。ライジングのラグナク、ライジングラグナクぐらついてきた。あ、カイザーだ。3、2、1、ゴーシャル。おーブレイズバースト勝ち。はい、ということで準決勝第2試合はブレイズラグナク、バンパーオビットが5ポイント、カイザーキルベスト、グラビティリボルブが2ポイントということで、ブレイズラグナク決勝進出です。はい、ということで決勝戦、ダークデスサイダー2グレイブジャギーがエイジン君で、ブレイズラグナクバンパーオービットが私でシュートしていきたいと思います。3、2、1、ゴーシャー。いけー、上がってさあどうでしょうか。結構おっとこれはブレイズ優勢か。何気にそんなことないのかな、わかんない。おブレイズだ。3、2、1、ゴーシュ。さあでもやっぱりバーストが見たい。おとちゃんバースト見たい。バーストだバーストが見たいぞ。おとちゃんはどっちでもいい、頑張れどっちでもいいって言っちゃいけないよ。デスイダー頑張れ。だがどうやらブレイズ、ゼロの代わりに頑張れブレイズ。3、2、1、ゴーシュ。お、いいシュートになった。いけ。さあどうだろう。いい攻撃。だがどうやらブレイズロック硬い。バーストだ。お互いに硬いな。あ、これは分からない。あ、ブレイズ。はい、米交換して私がダークデスサイザー、2グレイブジャギーで、エイシン君がブレイズラグナルク、バンパーオービットです。はい。3、2、1、ゴーシャー。おっ、あ、外した。インパクト級のバトル。おお、いい。うわ、力入る。結構だ。うわ、やられた。3、2、1、ゴーシャー。ああ。フィニッシュ。3、2、1、ゴーシャー。さあ、最後にいじみしてくれ。もう負けは決定して残念だが、ちょっといじみして勝ってくれ。最後にこの思いたいが当たらない。おーカウンター出た。最後いじみしてた。はい、ということで決勝戦の結果はこちらでございました。ダークデスサイザー2グレープジャギーが1ポイント、ブレイズラグダルクバンパーオビットが6ポイントということで、Cブロックの優勝はブレイズラグナルク、バンパーオービット。イエーイ、すごかった。意外にすごかった。うん、ちょっとね、本当のこと言うとこれが勝つかなと思った。そう、うん、僕もこの2つ強いね。うん、素晴らしい、今回面白い戦いでした。はい、はい、ということでですね、まだまだ今年は D ブロック、E ブロックとかもやっていきたいなと思ってますので、はい、皆さんの解像でお待ちしております。コメント欄の方にぜひコメントお願いしますね。はい、はい、ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、グッド、高評価、ライクお願いします、はい、ちょっと順番間違えちゃった、うん、そしてお友達にもぜひ教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。